はい、皆さんこんにちは、個別指導塾研究所の小林です。中橋です。なんか2人いつも撮影してるんですけど、笑いのスイッチが入っちゃって、はい、もう5回ぐらい撮り直ししてるんですけど、はい、ちょっとね、今日はですね、東大に合格する人たちが高2の時に今どんな勉強をしているのかって話をしてみたいと思うんですね。で、まあ、合格するって言ってもなんか滑り込みとかじゃなくて、まあ、合格者平均とか、まあ、逆に今めっちゃ余裕でね、もう高2の時点で理算受かってますとか、その超人の話でもないし、ギリギリでもないし、合格者平均とか、まあ、そのちょっと上ぐらいの人たちっていうのが、まあ、どんな勉強を高2の時点で今しているのかって話をしていこうと思います。はい、じゃあですね、まあ、今回の話の前提をお話しさせていただこうと思うんですけれども、まず進学校の進路とかはまあ大予想なんで、まあ、確実なものではないですよっていうのと、あとはですね、まあ、結構高2の成績って判断しづらいというか、なんか周りに東大志望とかめちゃめちゃいればいいんですけど、まあ、そうじゃなくて結構普通の学校とかだと、はいはいはい、その自分の成績が、まあ、模試とかでめっちゃ結果出てたとしても、それが本当にいいのかどうかって高2だと分かんないんですよ、うんうん、そうですね。なので、まあ、そういった方にとって、まあ、有益な情報をお話しできればなというふうに思っています。はい、行きましょう。はい、じゃあですね、まず本題を話していくと、まず一つ目、東大合格者を多数輩出する、まあ、進学校の進路参考書で表していこうと思います。なるほど。これはなんか多数輩出っていうのは、はい、合格者ランキングでいうとトップ10とか、そうですね、かなりこう上位の高校という意味ですね、はい、はいはいはい。でまず数学についてお話ししていくと、まあ、高2の年内12月まで、ですね、もう去年ですね。そうですね、去年ぐらいの時点です、はいはいはい。で、まあ、標準問題成功とか1対1の数3まで完璧になってるようなイメージですね。うん、まあそうですね、はい、ちょっとこれ言いづらいけど、実際そういう人たちが多いですね。そうですね。で、まあ、それもしかも問題集何かやってるとかじゃなくて、普通にちゃんと授業を受けてれば、まあ、表問に書いてあることぐらいだったら、まあ、1A から3までもう8割9で分かってるよという方が、うん、まあ、めちゃめちゃ多いんじゃないかなと思います。そうですね、はい。まあ、なんか数3に関しては、うん、学校の授業をメインの人だともうちょっとレベル低い可能性もあったりとか、うんうん、まあ、高21杯までかける学校もあるので、まだ終わってないよって人もいるかもしれないですけど、うん、そういう進学校に通ってて、まあ、例えば鉄力会とか、まあ、塾にも行っているような人だと、うん、まあ、今おっしゃっていたような進度というのがまず間違いないかなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。であとですね、まあ、意外かもしれないんですけど、あと東大合格者が多数輩出するような学校って、うん、数学の最下位層の成績が実はそこそこ高かったりして、なるほど、なんか、まあ、言い方悪いですけど、なんか入門問題成功とか基礎問ぐらいだと、そのレベルの子でも分かってるっていう場合多いのかなっていうのは思います。いや、これね、あるんですよね、間違いなくて。だ僕とかはそのなんか青チャートとか表問とかやってこなかったですけど、うん、なんかできるんですよね。なんかできますよね。クラスのビリ何位とかのやつが普通の問題集やってるとバカにされるんですけど、結構受験業界に移すと結構適切な、その時期にやるべき適切な標準的な問題集だったりするみたいな、これは結構あるあるだと思いますね、はい。で結構こういう層がゴールデンウィークぐらいまでに表問とかめっちゃちゃんとやって、うん、成績爆上げしてなんか東大間に合わせてくるみたいな場面が、ね、若干見受けられるっていうのは、うね、まあ、これちょっと平均的な話ではないですけど、こういう話もあるかなと思います、うん。でこういう子たちって、そのだから表問とか青、もちろんやってる子もいますけど、うん、表問とか青茶とかを明確に端から端までやってないんですよまだ、うんうん。ただかなりレベルの高いものがポツ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 あって、逆に穴がちょっとあるんですよね、うんうん。でそれでなんか成績バランス取って、偏差値で言うと別になんかズバ抜けてはないけどまあまあぐらいな感じになってるんで、そういう子が例えばこういう時期からその、まあ、問題集をきっちりやったりとか、まあ、プラチカとかああいうものを数学で言ったらやってってなると、うん、まあ、夏とかゴールデンウィークに向けてズゴゴゴゴって成績伸ばしてくるみたいな、そういうことなんですよね、うん。はい、はい、ありがとうございます。で次に、まあ、英語についてお話していくと、まず、まあ、英単語帳、いわゆる、まあ、ターゲットとか資産とか、うん、まあ、このレベルのものは完了していて、はいはいはい。であとはまあレベル別の英文法も長文も、まあ、4ぐらいまでのレベルはまあ大体分かってる、うん。であとまあ英文解釈の技術も100ぐらい、基礎とかついてないやつぐらいまで大体分かってて、うん。でまあ英文書く方も、英作文の方も、まあ、ヘパトレーニング の、 普通の和文英訳編ぐらいまではできてるみたいなぐらいのイメージですね、僕は。そうですね、はい、まあそうだな。なんかだからこっちもそうで、そのなんか明確に参考書をやり込んでないので、うん、抜けがあるんですよ、こういう子たちって。 で、ね、でもやっぱレベルはこの辺のことをやっていて、うん、で後々参考書でサクッとやるみたいな。だからなんかその、うん、ポレポレとかを後から一周とかしてなんか成績バカ上げしていくみたいな。いや、そうです、そう、普通に学力を上げていく子たちが普通にポレポレ一周やっただけじゃ上がんないんだけど、実は力は持ってるんだけど、うん、情報が整理されてなかったり解放を知らないので、それを知るだけでバカ上がりしちゃうみたいな。そうですね、そういう感じですね。なので確かに適切だとは思いますよ、はい、うん。だからポレポレプラチカめちゃめちゃやったり成績伸ばせるイメージありますね。そうそうそう、そう、はい。
ありがとうございます。なんでやっぱここまでなんで、まあ、さっきちょっと僕が話そうと思ったんですけど、うん、もういきなり結構東大レベルの入試演習に入ったりしても、うん、ボンボン成績伸びたりするんですよね、このレベルとかですね。っていうのがあるかなというも思います。であとですね、まあ、英語に関しては結構最低限だとこのレベルには達せない子はめちゃめちゃ多いかなっていうのを思ってて、うんうんうん、まあ、結構中学レベルからやり直さなきゃいけない子っていうのは最難関高校でもいるかなっていうのは思いますね。そうですね、はい。で次にですね、まあ、ちょっと東大余裕層、まあ、ちょっとその平均よりでさらにちょっと上の話も少しだけさせていただきたくて、低、うん、はい、面でちょっと鉄力界の進路の話をしていこうと思うんですけど、はい、でまず数学については、まあ、これ僕が実際問題集とか見させていただいた印象なんですけど、プラチカとスタエンまで完了してるぐらいのイメージですね。あ、そうですね、はいはい、やってかもうあの鉄力界でもちろんついていけてない人もたくさんいるので、うん、鉄力界行ってる人が全員すごいってわけじゃないんですけど、鉄力界できちんとついていけてるし、うん、成績もそこそこ取れてるっていう人はもう高2のこの時期にあの英語と数学は東大受かるっすね。そうですよね、はい、もうあの東大の問題解いて半分以上取れたりするってことは、うん、まあ、ちょっと理系の数学は若干難しいかもしれないけど文系は結構いけますね。そうですね、はい、結構やっぱ半分ぐらい簡単に取ってくるイメージありますね。取ますね、はい、ありがとうございます。じゃ次英語に関してお話していくと、まあ単語帳に関してはもちろん鉄壁が終わっていて、うん、でまあ公文解釈とか英文解釈に関しては、まあ、透視図のレベルまで終わってって、はいはい、でしかも、まあ、英作文に関しては、竹岡先生のやつまで終わってって、はい、しっかりしかも全部頭に入ってる。しかも、まあ、英語長文に関してはあのレベル別の6ぐらいまで終わってて、でネクステも頭に入ってるし、東大リスニングも、まあ、何かその問題集的なものをやってるわけじゃないけど半分ぐらいのレベルまでは、まあ、半分取れるぐらいのレベルまで上がってるみたいなイメージですね。うん、もうなんか基本強いって感じですね。強いというか、ね、違うんですよ。だから、はい、その結構いける人はもう1年前に英語と数学が取れちゃってるっていう、もうそれなんですよ。そうなんですね。そう結局で、まあ、こういう参考書を彼らがやってるかどうかっていうのは、まあ、別ですけれども力は持ってます。そうですね、はい、実際僕も参考書見せていただいたっていうか、まあ、テキスト見せていただいたことがあるんですけど、まあ、ちょうどこのぐらいのレベルだなっていう感覚はありますね、うん、はい。というわけでですね、ここまでちょっとお話をしてきたんですけれども、まあ、2つのレベルをお話ししました。で、1個目よりちょっと高くて、2個目の鉄力でちょっと下ぐらいが、おそらく、まあ、平均的に東大に受かる人のレベルだと思うんですよね、この時期。で、まあ、それを踏まえてちょっとここからお話ししていこうと思うんですけれども、うん、まず、数学に関しては、まあ、プラチカが、高2の年度内ぐらいに完了する。まあ、完璧ではなくていいです。なんとなく終わって、もう大会できるよっていうような状態。で、まあ、表問とか1対1は完璧になってるみたいな状態かなっていうふうに思ってます。そうですね。はい。で、まあ、プラチカレベルは、まあ、ちょっと抜けがあっても、ここは大丈夫かなっていうぐらいで、ただ、まあ、ゴールデンウィークまでね、確実に完璧にしてくるイメージですね。うん、で、まあ、ゴールデンウィーク過ぎからは、まあ、上級問題成功とやるかをやるのか、それとも、もう、過去問とか40年分ぐらい完璧にするのかっていうのは、人によるのかなっていうイメージですね。そうですね。はい、まあ、それは、いろいろ考え方したいかなと。はい、ありがとうございます。で、次に、まあ、英語についてお話をしていくと、まあ、単語帳も鉄壁レベルぐらいまで、まあ、完了していて、で、しかも、まあ、透視図を、まあ、完璧に終わってるわけじゃないけど、透視図とか、まあ、あと、竹岡先生の英作文のテキストとかを、まあ、基本的には進めている。で、まあ、英語長文とかも、その、まあ、レベル別のレベル5とか6とかを、まあ、結構スラスラ読めるようにはなってる。ただ、問題解けるかどうかはちょっと怪しいみたいなイメージですね。うん、そうですね。はい。まあ、でも、一般的な次第の問題とかであれば、もう全然解けるぐらいのレベルだと思いますよ。うん、そうですね。うん、なので、あの、もう単語とか文法とかそういうんじゃなくて、もう一通り、まあ、僕らが言ってるルートとかであれば、一通り全部終わってる上で、まあ、その上で、例えば英作文とリスニングをちょっとやっているとか、まあ、東大志望だとね、うん、結構この2つ大事なんでとか、まあ、もうちょっとなんか単語難しい大学受けたいよっていう人であれば単語の強化をしていたりとか、うん、まあ、その辺をねしっかりとやっている段階に今となってはなってるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、あとはあの部分で、まあ、要約の練習したりとか、まあ、小説を読む練習したりとかっていうことはやっていかなきゃいけないのかなっていうような印象ですね。うん、そうですね。まあそんなにすごくハイレベルな東大志望者じゃないとしても、うん、実際もうこの時期にあの東大の大門別の演習をしている子っていうのは多いです。うん、はい、まあ、僕が見てる子とかでももうやらせてますね。うん、まあ、要約とかは10年分近くやらせてるし、早いですね。はい、もう英作文もどんどん解いて、まあ、なんか学校の先生に添削してもらえるらしいんで、どんどん添削してもらえって話でしてもらったりとかもしてますし、もう英文和訳に関しても10年分終わってるかな。うんうん、なのでそんぐらい、でもそれは別に上位層じゃなくて、うん、東大合格者平均多分その子の今のレベル多分いかないぐらいなので、うん、でもそれだけやっぱり上位層っていうのはあの早く勉強してるよということでございます。はい、
ありがとうございます。はい、なのでね、もしまだ本気でエンジンかかってないよっていう人がいたら、まあ、ぜひね、エンジンかけて勉強してほしいなというふうに思いますし、まあ、多分今の話聞いてて、多分ね、一番ビビんなきゃいけないのは、高1生なんですよ。いや、そうなんですよ。そう。まあ、高2生で、多分本当にね、東大行きたいとかね、医学部行きたいとか思っている人って、多分さすがに僕らこんだけ動画出してるんで、まあ、この動画見てやっとやばいって思うっていうのは、ちょっともう手遅れというか、うん、遅いんですよ。だけど、高1の皆さん、あと1年後にここに来られるかなと思った時に、まだ可能性あるじゃないですか。そうですね。なので、ぜひね、高1生の子で、あと1年間かけてね、このレベルまで行きたいよっていう方はね、勉強頑張ってほしいですし、まあ、僕らもね、高1生、中学生、中高一貫の中3でもいいですよ。指導してますから、ぜひね、お問い合わせいただければと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。